清賀市は、武漢市の東に位置する清賀のスカイライン春県の田園風景清賀市は中華人民共和国の湖北省に位置する地級市、湖北省の東部に位置し、広漢市、武漢市、学習市、広石市、河南省、安徽省、広西省に接する大仏山の南麓、長江中流域、北岸に位置する。前211年、清朝による軍憲政の施行に伴い、市域は当初南軍及び旧広軍に、後に広三軍の管轄地域とされた。新松官署には降雨により、広山国が設置されたが、前203年、官庁は広三軍を差よけしている。前121年、広三軍及び南軍の14県に新たに江夏軍を設置。現在の広州、春は江夏軍、大梅、竹穴は盧溝軍の管轄とされた。47年、五官により、春広国が一時設置された。208年、江夏軍を分割し、春軍が新設され、現在の春、大梅、広州を管轄していた。三国時代では、魏の勢力下に置かれ、翼陽軍及び春軍が設置された。280年、清朝は春軍を廃止、その地域を武将軍に移管し、翌年には、仁陽県を盧溝軍に、西陵県、朱県、春県が翼陽軍に移管されている。306年、西魏国の新設に伴い西陵、朱県、春の3県が移管されている。永嘉年間に発生した内乱では、北方から多くの移民が移住している。329年、西魏国芝が中滅させられると、西魏軍が新設され西魏県、朱県、西陵県、春県を管轄している。378年には南新西軍が設置されている。454年には西魏軍は永州の464年には新西軍は広州の管轄とされた。南朝清の時代になると、人志安軍及び安番左軍が486年、蔡正軍が設置されている。北朝による支配が行われた後も、南朝の行政区画が基本的に踏襲された。隋朝による中国統一が達成されると州郡制を改め、州県制が実施された。585年、市域には広州総管府及び州総管府が設置された。589年には両府は州に改編。さらに607年、州制の廃止に伴い広州は永安郡に、州は春郡と改編された。東朝が成立すると、620年に永安郡は広州と改称され、総管府を設置、清賀県、保城県、揚城県を管轄、翌年には春郡を州に改編し、春県、蘭渓県、永安市県を管轄した。724年に広州を人志安郡、州を春郡としたが、758年に再び州が設置され淮南道に属した。宋代は広州及び州、現代は広州路及び州路、民進代は広州府及び州府と基本的に統制が新末まで踏襲された。中華民国が成立すると1912年、広州府は廃止となり、州は春県と改称、広徳道の管轄とされた。1926年の同制廃止に伴い省直轄とされたが、1932年の行政正しさつく制度施行に伴い地域は、第3、第4行政正しさつ区の管轄とされた。この時期の行政区の詳細については、湖北省を参照。中国共産党がこの地での党組織確立に1922年より、着手。1927年には貴安、県農民政府を樹立。その後貴安県は紅安県に、改称。さらに朝城県、清賀県、春県、広西県、大梅県ソビエト政府が樹立された。日中戦争が勃発すると1941年に清賀県抗日民主政府が余学編区行政公署の管轄下に設置されている。戦後の国境内戦では、市域には学与行署、第4、第5戦署が設置され、第4戦署は清賀県、新島県、朝西県、朝東県、水県、螺鈿県を、第5戦署は、南県、北県、広西県、大梅県、叡山県を管轄した。1949年5月、第4、第5選書が合併し清華行政区選公署が成立。翌月に、清華区行政公署と改称され、清華、朝城、螺鈿、叡山、水、春、光西、大梅の8県を管轄した。中華人民共和国成立後、1951年5月、清華区行政公署は、清華船員公署と改称、湖北省人民政府の出先機関とされた。文化大革命が始まると1968年1月に、清華地区革命委員会が設置されたが、1978年11月に廃止され、清華地区行政公署が設置されている。1995年12月23日、広州地区と研究市の清華市が廃止となり、地球市の清華市が設置された。1市活区、2研究、市、7県を管轄下に置く。清華地区、編集、広岡市、編集。ありがとうございます。